はい、ゆうなちゃん、お呼び出しします。ごめんね、お風呂中なのに お風呂まで覗いていく管理人。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと来てもらえますか。お、はるちゃんのところに子供が。ついに。実は、うちたちに赤ちゃんが生まれました。うんうんうん、男の子かな女の子かな、どっちだったら嬉しいですか。どっちでも嬉しいよ、私は。どっちも嬉しい。女の子でした。お、女の子。03要素が強いのかな。か、優しげな顔しとるイメージ通り。どんな子に育ってほしいですか。それは自然に任せましょう。二人で名前を考えたのですが、うちのはるかと夫の直樹から取って直樹にしようと思います。え、いいやん、いいやん。直樹ちゃん、いいね。直樹も大切に育てます。みんなで見守っていこう。温かく見守ってやってください。もちろん。ゼロとはるちゃんの間に直樹が生まれました。やったね。さあ、それじゃあマンション見てこうか。なんか友達マークが並んで見える。お、え、なんかハートマークが。ちょ、待って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 。え、ハート多くない？どうしたどうしたどうした？あずちゃん、入ります。やったね、久々にまたしてもハートがちょっと大量に発生して。いや、プロポーズですか？せつなにプロポーズしたいのですが、どう思いますか？いいと思います。ぜひとも、はい、頑張ろう。どこでプロポーズするのがいいでしょうか？ね、それじゃあ、花火大会、遊園地、遊園地行こう。その前に、着替えた方がいいですかね。なんかいい服あったかな。他になんかセーラー服持っとったイメージしかないんやけど。何があった。ボーダーカーデン、普通の服、セーラー。いや、今のままでいいよ。うんうん、やっぱりこのままでいいですか。 OK です。間違えた間違えた。やっぱりこのままでいい。はい、このままで。ところで、はい、プロポーズをするタイミングに自信がありません。それはもう私が頑張るしかないよね。別なが、うちのことも考えているときに今だと合図を送ってくれますか。もちろん、分かったよ。それではプロポーズに行ってきます。はは、頑張ろう頑張ろう。私、観覧車楽しみね。夜の遊園地でのプロポーズとかめっちゃいいね。ロマンチック。これで観覧車。あー、やめてやめて。鳥が飛んでるとかいいから。飛んでるね。こんな夜にさ、カラスなんか目立たんやろ。そうそう、大丈夫、気にしないで。さあ、あずちゃんのことを。ふぅ、もう一回もう一回いけよ。むあずちゃんのことを考えて。遊園地、よし、楽しいね。よし、もちろん楽しいよね。あずちゃんの方を見て答えてよ。なぜ外を見たままなの。さあ、来い来い来い。どうした、喉乾いた。刹那と一緒だからかな。はは、は、ありがとう。いいねいいね。刹那さん、なんでその髪型できたの。もうちょっと決めてきてよねえ、あずちゃんは服装これでいいかなみたいな、めっちゃ悩みをしたのに。実は大切な話があるの。ほう、次行くよ。地上についてしまう。早く早く。はっ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 は。もうあずちゃんのことだけ考えよう、そこ。お、これあと一回失敗したら終わりじゃね。うちと結婚してください。どうよ、もちろん OK するやろ。喜んで。やったやったよやったよ、あずちゃんとせつなさん。いいね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 。あー、よかった。ちょうど地上に着くとこやったね。でもプロポーズはちょっとてっぺんでしていただきたかった。おかげさまでプロポーズに成功しました。うんうん、お礼にこれをあげます。はい、実用品、大人スプレーをもらいました。でもうちたちはまだ子供なので結婚できません。刹那さんも子供戻ったのか。そうか、大人スプレーを使えば大人になれるのですが。はい、使いましょう。ありがとうございます。てかこれお礼にプレゼントじゃなくて、これを使ってくださいっていう依頼よね、普通に。それではよろしくお願いします。めっちゃ思うけど。はい、どうした。いいね。いやー、いいいいいい、いい感じ。大人になれました。うんうんうん、あずちゃん身長高いのも似合ってるね。それでは
結婚式を挙げてきます。はい、せつなさん、今度はもう別れないでね。ほのかちゃんの時のようにならないでね。もうほのかちゃんほのかちゃんでね、幸せになってるけん、せつなさんも新たな幸せを。もうさすがにちょんまげではないね、もう。よかったよかった。ふう、ここ最近はもうずっとプロポーズ失敗してないよね。いい感じや。なんか数名ほど、てか結構な割合で髪色の派手な方が。いやー、でもおめでたいよ二人とも。これからの二人を見守ろうみんなで。これからも幸せが続いていくように。あずさくとせつなの新婚旅行 in 中国。新婚旅行。パンダでーす。パンダでーす。はい、チーズ。かわいい。あずちゃんかわいい。旧最高でーす。旧最高。はい、チーズ。これなんなんやろ、湖？池？ね、そんな感じよね。旧最高の水面でーす。なんか水色の感じというか、すごい綺麗、透き通った感じがね。お、二人とも目つぶらんかったね。よかったよかった。はい、お帰りなさい。楽しかった。それはよかったよ。これ、お土産です。お宝、パンダのぬいぐるみをもらいました。自分たちは本物を見たけんね。これからも、夫婦ともどもよろしくお願いします。こちらこそ、めっちゃよろしくお願いします。お、レベルアップ。はい、それじゃあ道具で、んー、何がいいかな。犬レンタル券、はい、どうぞ。道具、犬レンタル券をプレゼントしました。一軒家の方でもここで渡した道具を使ってくれたらいいのにね。マンション内だけっていうのが好きです。お、それはいいことだ。もうあれよね、奥さん同士やもんね、あきちゃんと。はい、そして、あおとくん、入ります。さてさてさて、ハート二つ目。ちょっとだけ。さあ、あおとくん、今回は誰だい？誰なんだい、一体。実はユニポンのことが好きです。ユニポンちゃんも、ほら、離婚した途端にみんながユニポンちゃんのことを狙っていく。ダメ。びっくり。どうして反対するんですか？ダメだよ、そりゃ。アスマとくっついてくれないといけないんだから。妬ましいから。そんな、ひどい。妬ましいから。私の個人的な感情みたいになってしまったけど。僕じゃダメなんですね。みんな、アスマとの復活を期待しているんだ。はい、チーズケーキでもどうぞ。いただきます。アオトくん、もっと他に人がいるよ。うん。どうすか？まあまあ美味しかった。よかったよかった。ほい、それじゃあ。ごめんね、あおとくん。違う人に行こう。はい、3人目。お、ふみこさん。また新たな恋ですか？ねえ、ミネットさんと別れて、まだそんなに経ってないけど。あ。誰ですか、相手は。実は私、いたの、とっても好きなんです。ほう。どっちに告白すればいいでしょうか？え、どっちも相手おらんかったっけ？え、いったくんおったよね。え、ゴッドさんおらんかったんかな。どうやったっけ。え、ちょっと待って、ゴッドさんに告白しに行く。どんな感じで告白したらいいですか。なんか両方おったような気がするんよね。正統派。告白する場所はどこがいいでしょうか。音楽堂、喫茶店、屋上、浜辺。その前に着替えた方がいい。着替えなんかあったかな。とりあえず帽子厚そうやけん外す。で、あとの服はこのままでいいかな。ジャンパースカート、はい、これで。それでは勇気を出して告白してきます。いってらっしゃいます。来るかな、夜の浜辺。あ、来ない、もしや。その日、あ、来ない。来ないよ、つらー。ゴッドさん来てあげてよ。女の子が待ってるんだよ。なんてこったい。まあまあ、ほら、そういうこともあるよ。大丈夫大丈夫、気にしない気にしない。めっちゃ落ち込んでしまった。
あ、ほら、リベンジ。釣られちゃいました。行かないのね。そうなのね。なるほど。ということは、ほら、ちょっとオルゴールでも聞いてさ。ちょっと聞いてみてもいいですか？そこまで癒されることはないかもしれないけれど。でも怒りは抑えてくれる効果があるもんね。オルゴールは。悲しみはどうかわからんけど、より一層悲しくなりそうな気もする。穏やかな気持ちになりますね。そう、本当に。まあ、気休め程度にはなったかな。はい、それじゃあ、四つ目のハート、ふなさん、入ります。どうもどうも。やっぱふなさん、そういう格好似合っとるね。ちょっとだけ、ちょっとしておいてください。ふなさんのお相手はどなたですか？実は、ゴッドのことが好きです。え、ゴッドさんモテモテか？え、ゴッドさんモテモテ、どうした？どんな感じで、何、モテ期が来たの、ゴッドさん。ロマンチック、歌でセリフ。ロマンチックに。告白する場所はどこがいいでしょうか？それじゃあ、え、でもこれでさ、ゴッドさん来たらさ、ふみこさんの時なんで来んかったんっていうね。悲しい。喫茶店で。その前に着替えた方がいいですかね？いや、そのまんまでいいよ。綺麗やし、このまんまで。わかりました。では、勇気を出して告白してきます。いってらっしゃい。なんだか後ろに。後ろにふみこさんいるんだけど。私の時には来なかったのに。っていう。え、怖くない？めっちゃ怖くない？ちょっと。なんでフナさんの時には来たの、ゴッドさん。ごめんなさい。はい、振られたー。え、これでさ、え、割って入ってこんかったね。割って入ってこんかったけど、多分フナさんが振られたのを聞いて、ふふってなっとるはず。ふふ、あなたも振られたのね、みたいな。振られちゃいました。あ、リベンジないね。なるほど。まあ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 。とりあえずほら、かき氷でも食べて。いただきます。さっぱりしよう、さっぱり。どうすか。おお、ダメやった。マジで苦手。苦手なんや。ごめんね。かき氷苦手とかあるん。あれかな、頭がすぐキーンってなるとか、知覚過敏とかそういう感じ。そういう感じではないかな。わからんけど。はい、それじゃあ、なんか、リミちゃんとユニポンちゃんは喧嘩してるけれど、とりあえず。さあ、みんなに募金を募りましょう。さあ、みんな、じゃん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 入れてって。いいね。結構背の高い人が多い。今日は27,100円集まりました。ありがとう。ほい、そして、夜市、久々の。お客さん、踏んだね。あれ、ユニポンちゃん、さっきリミちゃんと喧嘩しおらんかった。はい、買います。いらっしゃい。5000円ね。オッケーオッケー。はいはい、一つ目の中身はお宝、口紅が入っていました。やったね。二つ目の中身は食べ物、マカロンが入っていました。まあ、女子力は高い感じ。はい、三つ目の中身は服、ジャージが入っていました。まあ、部屋着として使うには有用なんじゃないの。はい、そしてメニュー室見てこう。8時になりました。お願いします。メニュースをきっちりきっちり服を着てるね。まあ、ニュースやけどね。世界的に有名な映画監督のリボちゃんさんの新作が、世界的に有名な監督だったの。ドキュメンタリー映画になることが決定しました。言ってよ。監督のリボちゃんさんはコメントで、美しさで有名なアユナ島のことは昔から気になっていた。みんな結構なんか、ボーイッシュな感じの格好してるね。全員男の子みたいな格好に。撮影はすでに始まっていますが、監督によると島の人たちはカメラを見かけるとジロジロ見たり手を振ったりするので全く撮影にならない。ま、このこと、まあ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 、お互い田舎ってことで、田舎ってことで許して。町のみに聞きました。ピースピース。あ、こういうことね。こういうことね。なるほど。まあ、今取材されてるからいいとして、はい、普段からそういう感じなんやろね。ピースピース。森永がお伝えしました。ありがとう。はい、そしてはーい、一軒家、お
こっちにも？あ、子供増えます。リロー君とユナちゃん。マジで？はい、ユナちゃんを呼び出しします。ごめんね、お風呂中なのに。お風呂まで覗いていく管理人。ちょっとだけ、そっとしておいてください。いやいや、子供でしょ？いいやん、いいやん。私とリロルの間に子供がいたら、そ、想像したりします。いいと思う。絶対可愛いよ。ですよね。うん。お礼にこれもあげます。お、なになに？実用品 AR カメラをもらいました。ありがとう。旅人が笑ってこの島も出ていくと、こっちまで嬉しくなります。確かにね。よかったなって思うよね。はい、それじゃあフライドポテトどうぞ。いただきます。ほいほい。さあどうすか。結構美味しかった。よかったよかった。あんだけお腹が満たされるっていうのはどれぐらい？ L サイズぐらいか。ほい、遊びましょう。キャッチ。ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのもの。床に落としたら失敗です。スタートー。爪切り。なんかちょっと危なくない？ 3。さあ来い。2。2。1。失敗。あー全然、全然タイミング測れない。はい、来い。行きますよ。来い。失敗。うー、早い。掴むのが早かった2回とも。残念でしたね。また遊んでください。ぜひぜひ。お宝ティッシュをもらいました。ありがとう。ってことでこれでハートは5つあったんかな。うん、多分多分だ多分。で、新しく増えたせつなさんとあずちゃん、仲良くね。2人とも仲良くね。さあ、はるちゃんとこの、はるちゃんとゼロさんの子供は、どこかしら。んっと？あれ？いなくね？あれ？どこどこどこ？あ、寝た？もしや。そういうことか。あ、ちっちゃいベッドかわいい。あ、ここもかわいい。はるちゃんおらんねやけど。はるちゃんが全然いないんだけど。かわいいね。でもこれってあれ？あの、どこ行った？あの、あれ、さっちゃんとここか。あ、お隣さんか。あれよね。あ、違うんか。ベッドのサイズ一緒かと思った。成長しても。違うね。全然違うね。なるほど。ほい、ということで、もうハートマークはないね。もう大丈夫ね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやまあ、新しくはね、夫婦が一組増えただけやったけど、でもゴッドさんのモテ期が来たけんね。今後ちょっとゴッドさんが誰と結ばれるんかも気になる。